八戸市と周辺地域のグルメ情報をお届けするコーナー。今回はクリスマスケーキの予約受付を開始したパティスリーロジをご紹介します。八戸市東白山台に店舗があるパティスリーロジ。ショーケースに並ぶ色鮮やかで装飾にもこだわったケーキは高級感があり、味だけでなく見た目も楽しめます。パティスリーロジでは11月18日からクリスマスケーキの予約を開始しています。さまざまな可愛らしいクリスマスケーキが揃っていますが、その中でもおすすめのケーキを選んでいただきました。大人のショコラベリージュレローストナッツ添えです。こちらのケーキは当店オリジナルの皿にそのまま皿盛りとして載せていて、ヘーゼルナッツのチョコレートムースとベリーのジュレを中に入れて、食感を出すためにナッツを散りばめています。当店では四角いケーキをメインでお作りしておいて、普通の丸いケーキよりも特別感が出るように上にちょっと小物のケーキをプラスしてお作りしておりました。食べた方が幸せな気持ちになれる夢のようなケーキを目指して、毎日厳選した素材と製法でお菓子作りに励んでおります。季節限定商品やプリン、焼き菓子、ギフトなどご用意ございます。大切な方へご挨拶やプレゼントにお使いいただければ幸せです。ぜひよろしくお願いします。パティスリーロジは午前10時から午後7時30分まで営業しています。見た目も楽しめる美味しいケーキをぜひ食べてみてください。